やってきました。もつ次郎、ゆで太郎。こちらね、静岡県掛川市のもつ次郎とゆで太郎の併設店。今日はね、なぜこちらに来たかと言いますと、朝ごはん、はい、朝そば、朝中華、朝セットっていうのがあってね、ほらこれ、朝ラー、ゆで太郎ね、ラーメン始めました。まあ今ね、朝じゃないんで朝ごはんは食べれません。中華のね、ラーメンがね、普通のメニューにもあるんで、それを食べてました。これ、天中華っていうのがね、始まってね、あったかいラーメンと冷たい、あ、これ冷やし中華ってことだね。こんな新しいメニューが5月から新登場しました。朝中華始めました。朝ごはんメニューはね、朝11時まで。何時からかね、何時から食べてるのかちょっとわかんないです。あとね、この季節はせいろがおすすめっていうね、肉まいたけせいろあります。それではね、注文していきます。おそばかな、これだ、これこれ天中華、冷やし中華、両方頼みます。はい、こっちはね、もつ次郎の方ね、何を頼むかというと、じゃん、唐揚げ3個150円。めちゃくちゃ安いでしょ、唐揚げ3個150円ですよ、単品で。めちゃ安。はい、以上です。はい、頼んできたよ。天ざる中華、天中華、唐揚げ。はい、来ました、来ました。食べ方は、はい、ネギ全部入れちゃいます。はい、でっかいかき揚げついてます、これも入れちゃいます。そしてこれ、唐揚げ2つ入れちゃいます。で、1個はこっちとかき揚げ乗せちゃいます。これですっきりしたかな。はい、こういう感じになったね。はい、できました。ダブル中華食べていきます。レンゲ持ってくるの忘れちゃった。スープそのまま飲みます。あ、うまいじゃん。結構味しっかりしてるね。麺はどうかな。うん、ああ、ツルツル麺いいね。僕ね、ツルツル麺好きなんですよ。うん、結構味が濃い口でね、しっかりしてるね。全然美味しい。トッピングはね、わかめとネギね、わかめがたっぷり入ってます。実は中華にかけ揚げどうでしょう。これね、合うか合わんかっつったらね、どっちだろう。まあ、うどんより、うどんとかそばよりは合わないね。でもね、悪くはない。この天ぷらね、かき揚げでかいからね、ボリュームが出るね。唐揚げはどうかな。唐揚げ、唐揚げはね、まあまあ合う。衣がね、柔らかくなってね、食べやすくて美味しい唐揚げ。なんかかき揚げと食べるとね、なんか中華感がなくなっちゃうね。でもね、このもつ次郎の唐揚げね、柔らかくて美味しい。結構ね、量多いね。
この麺のダブルは結構きついね。まあ、もつ次郎とゆで太郎自体がね、もうそもそもが量多いですからね。はい、ラーメン完食。あったか中華か、あったか中華完食。冷たい冷やし中華いただきます。このかき揚げは、まあ、後にして、冷たい中華ね、まあ、つけ麺ですね、要は。うまいね。なんか変な感じだけど、かいわれたっぷり、はい、唐揚げ、あ、うまっ。この唐揚げ合うね。漬け唐揚げ最高です。はい、メインラスト。あー、なかなかお腹たまりましたね。はい、最後はね、これかき揚げ、はい、汁全部かけます。かき揚げ食べます。でかっ、めちゃくちゃでかいね、これ。はい、完食。いや、すごかった、すごいボリュームだった。いや、裏がいっぱい。ゆで太郎さんでね、5月から始まったね、中華食べてきました。最高に美味しかったね、ボリュームたっぷり、もうお腹いっぱい、ごちそうさまでした。ということでね、本日は静岡県掛川市のね、ゆで太郎もつ次郎併設店でね、中華と唐揚げを食べてきたでした。バイバイ。ゆで太郎がかき揚げを乗せた新しい天中華、天中華、天ざる中華と朝中華、朝ラを2022年5月1日から販売しています。天中華、天ざる中華は各税込み500円、朝ラは午前11時までの朝ごはんメニューで各370円税込みで提供されます。